皆さんこんばんは、オオカミのチャンネルへこそ。本日は狭間黄昏やっていきたいと思います。幽霊対決。最後の小瓶か。強化されてる。強化か、厳しいね。もう人気よりひどいわこれ。大変なことになってるけど、まずいんだけど、この顔かなり。朝日まで1時間とかなんか15分とか言ってたから、もうそろそろ大丈夫じゃない？全員だってこれゲーム、え？結構まず大惨事なんだけどこれ。すごい。どうすんの？どうする？誰か助けてよ。夜明けか。あ、危なかったな。でも骨折れてないやろ。裏切り者じゃないっぽいな。よかったな。あ、そっか、傷は癒えるのか。幸い、よかったな。まあ治るでしょう。一人行動は危ない気がするけど。次回19話、試練の旅から今日戻り。どうなるかってところか。バケツ持ってるけど。何か関係あるの？よかった、とりあえず一人。回復能力のおかげか。この世界だと体が治るのもめちゃめちゃ早いみたいだから。生きてます。
なるほど、ゾンビみたいだな。清掃するの。どうするんだろう。本番迎えるんだったらもうアウトだけど、さすがに。うちも合ってるけど、冷めた目つき。ひどすぎる。いつもの日常だ。からどうするんだい。そうだよね。評価されてたからね。結界張るしかないね。ある。何、ほう、わかんない。誰それ。誰だそれ。霊能力者か。落合まなみ。すると、ほう、あ、なるほどね。本物かどうかは、ああ、ほうほうほう。なるほど。おっと、新しい救世主ができる。あ、なんかショックを与えないといけない。何があるの。そこをなんとか。何これ、絶対また変な計画でしょこれ。
なるほど。確かに難しそうだね。おっと、さすがにそれは、そう言われるとやるしかないよね。この言い方は。バカなと靴出す前に。嘘だろ、ひどい。なにこの急に手のひら返し感。だんだん波長が合ってきた、みんなの。素敵すぎる。はい、そういうところでうまく口車に乗せられて、おまめやくん。まあでも、ほんのぼの下いつもの調子に戻ってきました。それでは覚醒者、霊能力者の力、どんなところか気になりますが、本日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。オカメでした。アディオス、アミゴス。またね。